はい、こんにちは、シューホリックの井上です。最近はライブ配信とショート動画の方に力を入れていたので、普通の動画は久しぶりなのですが、どうしても動画をアップしておきたいお化けクラスの靴をお譲りいただきましたのでご紹介いたします。今回ご紹介するのはこちらです。銀座の吉野屋さんで販売をされていたらしい旧工場製のエドワードグリーンの正真正銘スタックスエドを使ったドーバーワンです。シューホリックの YouTube チャンネルでは靴に関するライブ配信、動画やショート動画を配信していますので、ぜひ下記よりチャンネル登録と高評価をお願いいたします。まずスタックスエイドという素材についてですが、角の生えた大人のオスジカの革となり、正確な理由はわからないのですが、現在だと取るのが禁止をされているのか、入手が非常に困難になっていて、現行の靴で使われている靴はほとんどありません。昔から希少な素材のため、こちらのエドワードグリーンのように一部の靴にのみ使われていたのですが、普通のスエードとは質感が明らかに違うため、昔からの靴好きの方もなんとか一足は手に入れたというお話しされる方が多いですね。少し普通のスエードと並べて比べてみようと思います。こちらがスタックスエード、こちらが普通のスエードです。普通のスエードに比べるとスタッグは明るめの色が多いですが、毛足が長いものが多いので角度によって色味がだいぶ異なります。普通のスエードは全体が同じぐらいのフラットな色味に整っていますね。撫でてみるとよりわかると思うのですが、毛の向きで全く違う色味になります。少し撫でただけで色味が全然違うようになりますね。このようにとっても面白い素材ですが、現存しているスタックは結構履き込まれていて、毛が潰れて普通のスエードと区別がつかないような個体が多くなっています。こちらは銀座の吉野屋さんで販売をされていた商品で、箱が吉野屋さんの箱なのですが、横のラベルにしっかりと EGドーバーワンタバコスタッグと記載があります。この靴はコンディションが良いので明らかにスタッグと判断できるのですが、この箱のラベル表記がついているのはかなり評価と価値が高いですね。今後スタッグの靴を探される場合には判断がつかない商品もあるので、箱にスタッグの表記があるかどうかも重要視すると良いと思います。こちらの靴はスタックスエードというだけで非常に珍しいのですが、もしスタック以外の素材でも動画を撮っておきたいぐらい靴自体もすごくて、メイドバイロゴ付きの旧工場製エドワードグリーンとなります。こちらの靴はソックシートのロゴはメイドバイロゴで、ライニングの表記も4桁台、ソールのハーフムーンも緩めのカーブなのと、ブロック体のメイドイン刻印、そして正確には不明なのですが、おそらくこのヒールもオリジナルでフィリップストップライン仕様でオーダーをかけているのではと思います。箱に表記がある通りドーバー1ですが、おそらくスタックは避けやすいため、
通常のライトアングルステッチではなくて貼り合わせて手縫いされたスキンステッチとなります。希少な素材だとロシアンレインディア、ロシアンカーフがありますが、そちらは未使用で保管している方も多かったり、革をホールドしているお店もあったりするので現存している靴は割とあるのですが、スタッグは履き心地が良いので履き込まれてしまっていたり、これ以上増えることはないと思うので、人によってはロシアン以上に希少と言われる方もいます。そんな素材をグリーンでもハイクオリティと言われる急向上性で作られた一足のため、イギリス靴好きにとっては感動の一足だと思います。80年代ぐらいの商品になるかなと思うのですが、吉野家さんは素晴らしい別注をかけられてさすがだなと思いました。元オーナー様には最近お会いしてお店にお越しいただいているのですが、この靴以外にも素晴らしい靴をたくさんお持ちで、当時のお話を聞かせていただき勉強させていただいております。いつもありがとうございます。ぜひまた靴や車や時計のお話をお聞かせいただけましたら幸いです。今後も靴好きの方に喜んでいただけるような靴に関するライブ配信や動画配信を行っていきたいと思いますので、ぜひ下記よりチャンネル登録と高評価のクリックをお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。